て。なんかすごいオラついてんねんけど。ゆりちゃんいなくなった。皆さんこんにちは、ヤスです。マロです。こらなんでゆりにしか来へんの。ほんでやめて。ということで、生牧草が届きました。ありがとうございます。ダンディ宛てということですけれども、皆さんとシェアしたいと思います。皆さんって今のことかな。あのちゃんが最初に気づいた。はい、じゃあ気づいた。いきましょう。あ、でもメジャダンさん宛てなので、まずはメジャダンさんにね。そのまま食べております。おいしいヘルシーおいしいヘルシー。我々ちょっとセミナーをやった時にね、説明をしたんですけど、一応生牧草だけで馬がその必要な栄養素を取れることになってるんですよね。まあ実際には足りてないものもあると思うよ。まあまあ、いや、まあ大体は一応健康に暮らせるということになってはいるんですけど、ね、草原に住んでる馬はそうですけど、まあでもそれはそれで足りない栄養素とかは出てくると思う。そうですね。まあ、でも一応その馬が健康な体を保持するために食べなければならない量が1日75キロとかでしたっけ。馬体重500キロぐらいだとしたら馬体重500キロぐらいで生牧草に含まれる水分量が 80% だと仮定した場合、はい、まあ、計算しやすいようにね。まあ大体まあダンちゃん500キロぐらいですかね。だと仮定するとね、仮定するとダンちゃんは生牧草で健康的に過ごすためには1日75キロの生牧草を食べなければなりません。でもちょっとそれはそんな食べる時間ないな、多分。あの人がね乗ったりするとね、その食べる時間がね少なくなるので、こんなもんかな。じゃあいっぱい食べて。はい、次行きましょう。生牧草センターから送られてくる草は季節ごとに若干違うけど、これは冬の草なのかな。うん、そうだ、イタリアンライグラスやん。はい、あと残り全部ももちゃんの。はい、どう。するだ。これをこんな感じでいいですかね。よそ行きの顔。これね、これでこうブーンと買いますからいいですかね。ちょっと音も鳴るんですよ。うん。
まあ、大きいバリカンで一通り刈り終わりまして、小さいので今最後の仕上げをしています。顔の近くはね、うん、大きいの嫌がるんで。バルちゃんはね、そんなに気にしないんですけど、ランちゃんはね、もう死ぬみたいな顔するんでこの世の終わりみたいな、な、顔するな。はい、ちょっと一応お見せしましょう。こんな感じになりました。この今回は背中とこと、あとこのお腹の脚当たるところをこう残す感じにしたんですけど、初めてテープをつけるのをやってみました。結構ねいいと思います。分かりやすくて。どうしてもこのエリアはちょっとガンちゃん苦手なので、まあちょっと甘いんですけど、まあまあいいでしょう。こっちはまだもう少し仕上げをしたいというところですね。若干まだなとことか、こことかもう少しお腹のあたりとかやれると思うので、もう少しやってで終わりたいと思います。でもちゃんと枯れてよかった、ね、うん。とりあえずなんとかミッション達成。うん、うん、これぐらいかな。これじゃあそこでおとなしい。ちょっとおとなしいな。うん、昨日運動したからな。そうだ、この前運動してなかったもん、ね、はい、じゃあ行きましょう。はい、皆さんこんにちは、ゆりです。やすです。はい、はい、今日はイベントの告知でございますね。はい、はい、これはうち主催のイベントですか。まあそうなるんじゃないですかね。か、はい、じゃあ第2弾か。あ、そうですね。シャムロックイベント2。はい。ボリューム2。そうですね。ですね。はい。今回はなんとシャムロック乗馬 TV にもたびたび出ていただいております。まあ久しぶりのですけどね。そうですね。はい。うまい写真さんの持ち込み企画でございます。はい。はい。さあ今から。ももさんの毛刈りを始めたいと思いますが、ももちゃんはね、足まで刈ろうかなと思って、ちょっと足汚かったんで、ちょっと足をきれいに洗いました。バリカンにね、泥がつくとちょっと刈りづらくなるので。どうでしょう、去年はね、ヤスさんが刈ったからね、私ももちゃんの毛刈りには立ち会えなかったんですけど、一応おとなしいよということで聞いております。私一人なので大丈夫かな、おとなしくしてくれる。もも、あくびしてるけど、どこまでいけるかな。とりあえず午前中やっていきます。ちょっとこれで刈りますからね。これちょっと音鳴りますから、これいいですか。 OK。こういう感じでね、行きますからね。ブーンと行きますから。普通に痛くないですからね。ちょっと音鳴らしますよ。大丈夫そうですかね。今日は12月31日大晦日です。はい、はい、大つごもりですね。はい、はい、どうでしたか今年1年。そうですね、やっぱりなんかいろんな方と
会う機会が多かったね。そうですね、はい、ありがたいです、ね、いろんな方になんかお声かけいただくことも増えましたし、うん、はい、まあいい1年だったなと思いますよ。そうですね、はい、振り返ると楽しかったです、うん、はい、楽しい1年でございました。はい、はい、まあみんなね、あの人も馬も特に大きな病気もなくやれたことが何よりじゃないですか。そうですね、良、うん、かったです、はい、まあ、取材等ですね、あの協力いただいた皆様には本当にありがとうございましたと、うん、ありがとうございました、はい、ね、多くの方もなんか遠くから来ていただいたりもしましたしね、はい、うん、そうですね、はい、はい、ね、お仕事をいただけたりとかしてますから、はい、まあ、ありがたい限りだなというふうに改めて思います。来年もね、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、はい、でまあ、年明け一発目、多分この公開から24時間後ぐらいかな、うん、ぐらいには新年会、はい、シャムロック新年会、新年会生放送、はい、予定しております、はい、であのゲストも来ます、はい、うまい車俊さんですけど、ね、はい、番宣に来ますね。そうですねイベントの告知宣伝で、はいはい、いらっしゃいますからね、あのうまい車俊さんに獣医師に聞いてみたい質問、じゃんじゃん聞いていただけたらですね、一の質問に対して150ぐらいで返してくれますから、はい、そうなんですよ、はい、そこがいいところですね。いいところです。分からない話ないからね。本当だよね、本当に。ね、ね、ということで今年 も、はい、1年充実してました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。まあ、年明けたらですかね、送迎もありますから。そうですね、はい、まあ、正式にちゃんと動画撮ってお知らせしようと思ってますけども、うん、キャムロック乗馬クラブへの送迎プランも考えましたので、うん、はい、遠くからの方もね、来やすいようにというか。そうですね、はい、今見てる方でね、あの気になった方、あの全然メールいただいたら対応できますので、うん、はい、お気軽にお問い合わせください、はい、それじゃあね、あの年末恒例のお餅つきを、あ、はい、そうですね、私たちのお餅つきを見ながらそうですね、エンディングとしましょうか、はい、エンディングとさせて、2023年のエンディングとさせていただきたく存じますね、はい、はい、それでは皆さん、良いお年を、良いお年を。